私ね、今日から小川市になりました。はい、小川市のヒロです。皆さんびっくりされましたか？私ね、今日から小川市になりました。で、小川共選を置いて、私今まで言ってなかったんですけども、実は小川の実績日本ナンバーワンなんですね。なので今日から小川市です。ちょっとまだ慣れないですけどね、皆さん小川市によろしくお願いします。さあ、そしたら今日のねテーマです。今日はですね、たった3分でむくみが取れて小川になるマッサージをやっていきます。今日のミッションはですね、3つ。で、むくみを取ることで小顔を作ることってすごく簡単なんですけども、今日は皆さんも一緒にやっていきましょう。で、今日はですね、このピースを使ってやっていきます。で、まず1つ目ですね、まず耳周り、この辺で耳下腺リンパとかもあるんですけども、まずこの周りのむくみを取っていきます。で、両方いっぺんにできるんですけども、まずは今日は片方ずつ、ちょっと皆さんね、お顔を触ってもらってむくんでるなっていう方をちょっとやっていきましょう。僕はですね、右側やっていきます。で、まず1つ目、このピースを作って、まず耳のね、前と後ろにこう当てましょう。まず1分ね、こう上下に揺らしていくので、じゃあやっていきます。で、用意スタート。こんな感じで耳のね、前と後ろで上下にこう揺らして、耳の周りの筋肉を緩めていきます。で、この辺はですね、結構食いしばりとかで硬くなりやすいとこなので、今こう特にマスクをつけてね、耳周りが結構固まってる方ってすごく多いと思いますし、こう下向いてスマホ触るだけでもこう顎関節緊張してね、こう特にこう食いしばりとかで硬くなってる方もいるので、そういった方はですね、ちょっとマスクを外して一緒にやっていきましょう。で、そんなね、力強くなくていいので、こう気持ちいい程度に上下に揺らしていきます。あとポイントとしてはですね、こう口をね、つむってると歯と歯が当たってしまって無意識に食いしばってしまうので、ちょっと歯の間をね、スペース空けておきましょう。はい、3、2、1。はい、これで1つ目終了。で、2つ目はですね、今度エラの下ですね、ここも下向いてこうたるみが出てね、こうむくんでこう顔が大きく見えやすいので、またピースを使ってですね、顎先からこのエラに向かってこう前後に滑らしていきます。じゃあこれも1分いきますね。用意スタート。こんな感じでエラの上側と下側とこうね、上下で挟んで上下にスライドさせましょう。この時もね、食いしばらないように気をつけましょう。結構ね、エラの下って結構張ってて、痛気持ちいいとこもあると思うんですけども、そんな強くせずに、もう程よく気持ちいいぐらいでいいかなと思います。3、2、1。はい、これで終了ですね。じゃあ最後3つ目ですね。今度は側頭筋、ここもですね、顎の筋肉ありますから、無意識で食いしばっている方なんかは特に固まりやすいところなので、ここもピースを使ってやっていきます。で、ポイントは2本の指でこの頭皮をですね、軽くこうつまんだ状態でこう縦に揺らしていきますね。で、これも1分いきます。用意スタート。結構この辺はですね、髪の毛多いところなので、女性の方はしっかりと髪の毛の中に手を入れて頭皮をつかむことがね、ポイントですね。で、筋肉自体結構大きいので、上下とかあと前後場所を変えながらやっていきましょう。なんかもう結構ね、触らなくても顔をね、すっきりしてきた感じしますね。さあ、あともう少し。はい、終了です。お疲れ様でした。さあ、触ってみてください。結構ね、これでね、
フェイスラインスッキリして小顔になれたかなと思います。で通常やるときはもう両方いっぺんやってもらうと結構ね短時間できますので、ぜひ試してみてください。で今回のポイントはですね、むくみ取ることなんですけども、最初にやった耳周り、そしてエラの付近で側頭部、これ全部ですね食いしばり、ぐーっと噛むときに使う筋肉の集中しているところなんですね。ですからこう普段下向いたりとかデスクワークとか、まあ携帯触ってることが最近特に多いと思いますので、皆さん大概こうむくんでね、食いしばりの癖とかもあると思うので、ぜひ試してみてください。できればお風呂とかでね、湯船に浸かりながらちょっと上向いた状態でやると顎周りの緊張を取れるので、さらに効果アップすると思うので、やってみてください。そしたらですね、今回の動画を見てお役に立ったなと思う方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。小顔シーンでした。